ン。どうもマンションマニアです。どうもドクター森野です。いやー、ただいまの時刻22時47分でございます。我々に休みという文字はございませんということで、今回なんですけども、はい、こちらですね、見覚えがありますでしょうか。久しぶりに見たという方もいるかもしれません。忘れてはいけませんよ、はい、春にフラッグでございます。はい、いよいよ第1期2次販売ですね。はい、はい、第2期ではなくて第1期2次ということで、攻めてきました。はい、2019年の夏にですね、第1期として、600個を供給、今回は第1期の2次扱いで340個供給ということで、トータルで940個供給となりました。数字だけ見るとすごいですけど、まあ、その分倉庫数も多いですからね、割合的にはまあこのペースを保っていかなければいけませんが、まあ、来年はオリパラ2020であったりサンビレッジの供給もあるでしょうから、まあ、楽しみも多いところでございます。はい、で今回なんですけども、我々は、チャレンジはいたしません。ちょっと他の物件との兼ね合いもあったり、まあ、サンビレッジもまだということで、はい、今回は参加しないにしてもやっぱチェックはこうしておきたいなということで、全部の間取りとをですね、研究したんですよ。これすごい時間かかりましたね。やばい、もう目がしょぼしょぼですよすごいですね、これ。皆さん本当にこんだけある中からどうやって選んでるのかなっていうぐらい感じはあるんですけども、まあ、今回の動画ではですね、はい、マンションマニアの、おすすめ、まあ、自分が買うならこれっていうのと、はい、ドクター森野さんが買うならこれっていう、それぞれの、おすすめをですね、この動画にて共有していければなというふうに思います。現時点ではそれぞれが何を選んだかっていうのはもう、はい、ガチで分かりません。かぶってたらすくせぐそうですね、はい、本当に目がしょぼしょぼで、これすごいですよぜひ、あの少し前にブログ更新しましたので、はい、チェックいただければこれ幸いでございます。非常に数が多いですまあそんな中でもこれ多分トータルで20時間ぐらい研究してるから、ね、そうですね、はい、でもそれぐらいこう見どころのあるマンションですね、はい、で今回は、前回と同じく、パークビレッジとシービレッジということで、皆様ご期待のサンビレッジはまだでございます。当初はなんか秋頃になんていう話もありましたけど、まあ、来年の起爆剤として残しているのかなというふうに思いますね。で、まあ、ツイッターの方でもお伝えしたんですけども、希少な 4LDK で単価安な住戸があって、まあ、そこは前回と同じくおすすめはしやすいんですけども、まあ、満足度とかいろいろな部分を踏まえるとまた違ってくるかなということで、今回はもうなんかコスパコスパというよりかは、まあ、ギリギリ、まあ、現実的な価格の中でおすすめをちょっと選んでいました。はい、では私の方から発表でよろしいでしょうか。はい、もちろんこれ緊張しますね。そうですね、何を選んだんだろうっていう、はい、ちょっとそこのページを探すのもこれ大変だちょっとですね、自分はあえて価格ではなくちょっと間取りと、はい、この一列にガーって作ってますんで、それも見ていただければと思いますが、ちょっと今自分がおすすめするのを今探してますが、はい、それだけでもすごい作業ですねこれ見つけました。あ、はい、それでは発表いたします。まずシービレッジでございます。どう、ここの時点でどうでしょう。あ、ここの時点で私はパークビレッジです。あ、分かれましたね。よかったですね、分かれました、はい、これは別にもう本当お約束じゃないです。はい、ガチで知らないです。はい、はい、で自分がおすすめするのは、はい、こちらでございます。4D90B タイプ。これもうタイプ名がもう多い。すごいっすね。これなんかもうタイプ名打ってくお経みたいになってる。4D90B タイプ。それぐらいしないと本当打ち込みが大変でしたが。大変です。こちらでございます。はい、4D の 90B タイプ 3LDK90.07平米でございます。で価格なんですが、はい、一番今回販売の中で一番低い4階で7810万円、坪単価286万円で、真ん中あたり10階で7930万円、坪単価291万円
はい、で上行って17階で8070万円で坪単が296万円ということで、まあ、坪単価300万円をギリギリ切ってるっていうのも選んだポイントの一つでございます、うん、でまあこのマンションの中で坪300ってのはめちゃくちゃ安いってわけではないんですけども、この間取りですね非常に面白いですね。ビューバスでございます。ビューバス、あー、はい、見てください。あー、はい、ビューバスが、はい、ビューバスなんです。でレインボービューっていうわけではないんですけども、まあ運河の方向いてますので非常に、はい、まあ開けるビューバスになりますね。そうですね、はい、でここが洗面がすごい長いです。確かにすごい長いです。これは非常におすすめしやすいかなっていうところですね。まぁ、あ、ちょっと、あんどん部屋、窓のない部屋はできてはしまうのと、隣の 98B っていうのが若干出っ張ってるので、うん、少し気になる時期ですけど、そんなには気にならないかなと思います。でこれ、一応90平米あります。90平米はすごくないですか？そうですね。今のこの時代で、中央区で90平米。でも価格は8000万円を切る、うん。で、ビューバス。で、すごい広々した洗面。キッチンにもつながるということで、はい、このポーチも非常に取られてますしね、これはおすすめしやすいかなというふうに思います。私が選んだのはシービレッジの 4D90B でございました。ではドクター萌野さん、はい、お願いします。私はですね、本音で言えば、はい、本音で言えばやっぱシービレッジなんですよね。はい、はい、というのはやっぱり私ももともと海に近いところに住んでたので、はい、あの払えるんだったら海を望みたいな。今埼玉海ないじゃないですか川しかないですよ、川も見えないしなんですけどやっぱお値段、まあ、今回ご紹介のはたまたま私が選んだ物件よりも価格は安い物件だったんですけども、はい、はい、まあ、シービレッジじゃなくかつでも海が見たいなと思いまして、はい、私が選んだのは 6F88A タイプ、6F88A タイプ、はい、今私も探しております。最初の方ですね、はい、6F の 88A タイプ、 6F まで来た、どっかにあるかな、はい、ありました、あります、はい、おお、ありますね、はい、ただ間取り的にはあの廊下が比較的短く、まあ、しかもクランクインしてるじゃない、クランクインしてるんですよね、はい、はい、あとは私が個人的にこうリビングのタイプ、こう縦長のやつが好きでしたり、あとはあの、まあ、隣についてる洋室があの、まあ、スライドタイプ、あれはあれでいいんですけれども、まあ、私子供2人いるのでであればあの広々使うというよりはより個室感のある方がまあいいかなというまあ好みであの今回は選びました、はい、まあ、間取りを見れば別に特に変わったことはなく、一般的といえば一般的なんですけれども、ただアルコールも割と広めであの全体的に綺麗かなというふうに個人的に思ったのでこれを選んでみました。こうやって5階が売り出てる、今はそうですね、5階が売り出てるやつですね。8540万、やっぱ金持ちだよ違いますよ、俺8000万以下で選んでるんですよこれでバレーこういうの出ちゃうんですよねさすが違いますわ、いやいやいや、さすがですね、完全にあの自分の8540、だって今回これ事前に選ぶにあたって自分がある程度ゆとりを持って買える範囲で選びましょうっていう大前提で話をかけてるわけです。だから自分はまあすごいゆとりがあるというよりその8000万なら以内に抑えたいなって思いがあってこれを選んだ中で、はい、森野さんは8540万でもゆとりがあるということでさすがセレブリティですね、完全なその自己の欲望のままです、はい、セレブリティだ、はい、これでも確かにそうですね、なんかリビング広いですね、広いですね、 16.5 で窓も、まあ、ちっちゃめの幅でありますけど4連にはなってますし、はい、これもしかしたらメニュープランで横スライドドアできたらすごいいいですね、いいですね、はい、やっぱでも自分と同じでリビングイン洗面気にしないですね。あ、私は、はい、むしろ自分も気にしないかなと。一般的にはリビングイン洗面ってあんまりなんかプライバシー性があっていうので、はい、あんまり評価されてないですけどね、自分はいろいろ住んでくる中で、はい、リビングインの方が好き派ですね、はい、サクッといける、一回廊下に出なくていいっていう、
そうですね、まあ、私のどこをいじるんだって話ですけど、あの歯磨きとか、はい、なんかそうしたことをするときに一回一回廊下取っていくって結構、まあ、めんどくさいかなみたいな、うん、で、まあ、これだと今私子供小さいからあれですけど、あの歯磨きさせたいとか風呂入れたいとか、なんかね、洗濯物持ってかせたりとか、うん、っていうのがまあしやすいので、個人的にはリビングイン嫌いじゃないですよね。うん、いいですね。でも森本さん、はい、娘さんが女子高生になったら分かんないですよ。そうですね。リビングイン洗面、はい、やだって言うかもしれないですよ。はい、なんでみたいな。今はちっちゃいからいいですけどね、はい、リビングイン、むしろその方がなんか、はい、気配も感じられますしね。そうですね。一人孤独、なんか離れてると孤独感あるじゃないですか、お風呂入ってるとき、はい、でもなんかリビングイン洗面のお風呂だと、はい、お風呂を使ってたらなんとなくテレビの音とかちょっと聞こえたりするじゃん。それが逆になんか安心というか、はい、なるんですよ。でも JK になったら分かんない。いや中学生になったらもう思春期になったらそれはもうマンション、パパ歯磨きの音聞こえるってなるから。それはマンションマニア流で、あの住み替えればいい。住み替えましょう。この時は住み替えましょう。ごめんなさいっつって、はいはい、まあ、今回は、まあ、はい、リビング、自分のはリビングイン、まあ、キッチンから入れる感じですね。あ、まあ、どっちからでも行けるタイプでした。はい、あ、いいですね、まあ、はい、自分はリビングインでもどっちでもいいかなって言うと、まあ、どっちかというとリビングインが好きです。まあ、自分は子供がいなくて、あの単身世帯なので、まあ、そっちの方がむしろ便利っていうところですよね。これがでも確かに、はい、女子中学生とか高校生がやってくると分かんないよね、言われるかもしれないよね。はい、パパお風呂で歌わないで、うるさいみたいな。テレビの音かと思ったら身内の文句だった。そうだね、そこは子供の年齢とかで分かれるかもしれない。そうですね、はい、はい、あとリビングインでいいなって思うのは、あんまり温度が変わらないので、うん、ここに例えば夏、真夏にリビングガンガン冷やしてって、はい、リビングインじゃないと歯ブラシしに行ったらそこがすげえ熱いっていうある、ありますよ ね、 ね、それがないじゃないですか、はい、もうそこの空気がある程度自然に入るので、はい、そこは個人的にはいいなと思います。床暖の熱もきますし、ね、そうですね、はい、すごいリアルな話すると、今私はあの高層の戸建てに住んでるんですけど、高層の戸建てに住んでるんですけど、はい、1階にお風呂があるんですけど、はい、寒いっすよ。ああ、そこが戸建てあるあるなんですよね。そうなんですよね、はい、自分で戸建てって住んだことがないので、はい、語るには当たらないですけど、なんかイメージとしては寒いっていう、まあ、それもなんかイメージで持っちゃってるんで、自分もっとで、その通りだから、もっと高級なのは違うかもしれないですよね。そうですね、そういうところにもちゃんと、そうそうそう、暖房とか冷房とかあるんでしょうけれども、そう、はい、そんな感じで、ね、ということで森野さんはここを買うってことです。8000、俺より高いのを選んでくるとは、さすが。いやいや、人気 YouTuber 違うな。違います。ということで、ブログの方は価格メインにはなっちゃってるんですけども、はい、まあ、研究してみて自分に合ったのを見つけるっていうのは、これまた面白いんですかね。そうですね。あと、この部屋だけじゃないと思うんですけど、ちょっとバルコニーがこう、あの斜めにしたり、そうそうそう。やつもなんかいいなと、個人的には。はい。なんか選ぶ楽しみもありますね。そうですね。この足湯入りたいよ。こんなお姉さんと一緒に入りたい。森野さんはだってクロちゃんと一緒で、この足湯入ってる横でそのお湯を飲む。あら、クロちゃん。美味しい。いや、足湯これすごいっすね。いいですね。足湯がある。まあこれも維持費は払わないといけないですけどもね。あの人いつもいるみたいな。いつも足湯いるっていう。毎日いるんだ。しかもニコニコしてるって。でもこれ、ハルミフラッグって、まあもちろん東京近い、都心に近いので、はい、まあ本当共働き世帯、まあ、だったりとか、ファミリー層に非常に受けもいいと思うんですけど、はい、逆に仕上がってる人でもいいんじゃないですか。そうですね。はい、仕上がってるはじゃあもっとなんか違うところで買えばって思うかもですけど、だってこれ教室もいっぱいあるし、はい、その前に広くて価格も抑えられるので、うん、仕上がっててもいいかもしれないですね。そうです、ね。毎日足湯に入れるじゃないですか。はい。仕上がって毎日足湯に入りたいですね、これ。マジで。いろいろあるんですよね。とりあえず皆さん、この解説は1日読んでて楽しいです。
まだ行ってないという方はぜひ、ね、ブログとこの取説を行ったり来たりしながら、そう、これ面白いんですよね、はい、この取説はよく考えたなって感じですよ、ね、すごいですよね、共用施設がバーンと乗ってて、うん、まあ、相互利用できるのとできないのがあったりで、だから前も初期の頃にお伝えしましたけど、仲間内でそれぞれの塔欲しいです、ね、うんうんうん、でもその計画が第一期で破れたわけです。あの自分が個人で、はい、パークビレッジに入れたんですよね、普段、はい、ね、見事に外れて、はい、あれが当たったら次誰かが C 買って、はい、3買うって予定だったのがまだ誰も買えてないっていう、はい、マンションカウンターとしても買えてないですね、帽子は当たりましたけど、はい、はい、サンビレッジが出てからですかね。でもそうするとサンビレッジ出る前にはパークと C のいい部屋ってのはどんどんなくなってるので、全員でシェアするって夢はちょっと破れて、消えちゃうかなってます。でもタワーともありますし、ね。そうですね。そう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 。はい、そこのシェアし合いたいですよね。そうですね。サンビレッジといえばあのモデルルームに行かれた時に。あのこの部屋どうですかっていう、あ、そう、サンビレッジの、マドリーもあれもサンビレッジでしたね。あれはなんか広めのマイルにしてましたからね。そうですね、はい、はい。あれちょっと面白そうですね。サンビレは内廊下の塔も、まあ、シービレもありますけど、サンビレにもあるので、はい、ちょっとそこも楽しみかなって。その狭めの部屋もあったりっていうのと、あとマルチモビリティステーションが近くて商業施設が近いってところで、非常にいいですよね。はい、まあ、楽しみは多いですね。ですね、このワクワク感をこう楽しめるっていうのはいいですよね。まあ、不安よりも期待が大きいっていう表現を楽しめる人ですかね、はい、不安も多いですからね、もちろん、まあ、中央区ってアドレスは手にしつつも中央区の中ではどうしても外れにあるので、あまり中央区って思いすぎて買うのもあれかもしれないですけど、個人的には車で移動することが多いので、もうあの晴海の出入り口がめちゃくちゃ近いっていうのがいいですね。いいですよね。で、はい、神奈川行くにしても千葉に行くにしてもちょうど間ぐらいじゃないですか、はい、だからどこ行くにも便利ですし、まあ、自分はあんまり飛行機は乗らないですけど羽田にも行きやすいです。安いですね。こうやって言うと欲しくなっちゃうね。こうやってやったと欲しくなっちゃうからすごいですね、ハルミフラッグは。でも、やっぱ他のマンションと違うのは、想像力の膨らみ方が半端ないですよね。そうですね。これだけいろんな、まあ、仕掛けというか、うん、あの施設とかあるってなかなか多分ないですよね。いや、面白いなぁ。でも我が海浜幕界の幕張ベイパークも負けたらあんないですね。はい。これは、まあ、個数としては賃貸合わせるとこっちの方が多いですけど、分譲としてはベイパークとハルミフラッグってそんなに変わらなくて、ただこっちは基本的には短期間で売る、はい、ベイパークは一応15年ぐらいかかる。15年ぐらい。ベイパークに関しては最後の塔が販売されてる頃、我々はもう50歳を超えてるっていう単純計算で。そうですね、今おぎゃーと生まれてる人がクロスターにいるとすれば、はい、もうその子たちが高校生ぐらいになるそうですね。まさにもうさんのお子さんだってもうすごく成人してますからね。ハモりましたけど、はい、そこがベイパークとハルミフラッグの違いかもしれない、はい、ハルミフラッグは基本的にタワー棟を除けば一気にガーッと作るので同じような年齢の人が入ってくる、はい、でベイパークはどうしてもまあ千葉でそんなすごく売れるわけではないので年間に300売れればいいかなってとこなので、まあ、15年ぐらいかけるってことで、本当に最初に買った人がもう定年までいかなくても50歳とかになってるっていうところですからね。なんでぜひハルミフラッグ見る方は、まあ、カリベイパークも見てほしいな、うん、まあ同じ三井も入ってますしね、はい、まあ似た感じはあるかもしれないですね、うん、東京の湾岸ハルミフラッグ、千葉の湾岸マッカリベイパーが、これ面白いですね。面白いですね。比べるとワクワクしちゃいますね、はい、いや私はたまたま仕事してる場所からもう毎日スカイグランドの建設現場が見れるんですけど、かっこいいですよね。あのね、たかが一日でどれだけ変化があるんだって話かもしれませんけど、なんとなくやっぱ見ると楽しいっていうか。そうなんですよね、はい、いやでもな、全部が6棟できたらかっこいいんだろうなって思うよね。いいでしょうね。いやいろんなマンションが気になってしょうがない。だからベイパークとアルミフラッグは駅棟っていう概念が、はい、なんていうんですかね、駅棟だけどもそれを超える魅力があるのかなっていうふうに思いますね。そうですね、うん、なんか好きだから買うってところで、逆に投資家が、まあ、この間のパンダベアとかは別ですけど、うん、
基本的には皆さん実需で買うマンション、ね、そうですね、はい、その管理さえうまくいけば、はい、最近だとあのバス停だったりとか駅からマンションへのベイパークへの動線だったりとか、うん、はい、まあ、そういったことも、あ、そう、住民の、ね、はい、方の働きかけも、改札ももう一個作ったらいい気がしますよね。だから本当にイベントにすごいですよね。やばいです、ね。ホームに電店舗出勤するときに都内から来てイベント重なると、はい、ホーム電車降りるじゃないですか。はい、そこで改札出るまで5分とかかかるんですか。かかります。それで私遅刻しそうになったことあります。一時的ではありますしね、JR が悪いわけではないですけど、うん、ちょっともうちょっと開幕からもイベント駅なので、それに比べるとやっぱ埼玉新都心しっかりしてますね。そうですね。あそこ滞在しないでうまく作ってるじゃないですか。そうですね。うわーって、開幕からどうしてもあの階段降りるまでがもう狭いので、はい、埼玉新都心うまいですよね、あの通路、はい、出口の方もちゃんと履けるようにと。あーってなってるんですよね。さすが。俺はもう、ザ・タカース・タイタン、新都心に気持ちが、来年はもう、俺はそれを買うかもしれない。新都心に住める時が。住める時が。しかも、新都心アドレスという。そう、俺もう、ほぼ毎日、ザ・タカース・タイタン、新都心のことを考えてた。私も、あの道、あの、赤十字の病院通るたびに思います。で、自分がザ・タカース・タイタン、新都心に住むメリットってのがあって、はい、モノさんに毎日送ってもらえる。しかも、皮肉にも高速のレール値も近いっていう。そうそうすごいですよね。どこでもピックアップしてもらえる。できますね。はい。いや、来年は、まぁ、あ、ちょっとそれはまた別の企画でやろうと思うんです。来年供給されるであろうマンションで、個人的に気になってるのは、まぁ、あ、亀井戸クロスも前々お伝えしますけど、やっぱり、パークハウス埼玉新都心。はい、まぁ、あ、これ、ネームは予想でしかないですけどね。多分その名前かなと思います。マジで今もう自分で看板つけてこようかな。ザ・パカス埼玉新都心、マンションマニア、はい、おすすめ。おすすめ物件みたいな。いやー、ちょっと話はそれちゃいますけどね。かなりそれますけど。ちょっと埼玉だって盛り上げたいっすもん。最近いい物件がちょっと少ないから。ね、はい、はい。だって千葉はベイパークがあるし、はい、まあ東京行けばいっぱい、晴海フラッグ含めいっぱいあるし、まあ神奈川だっていっぱいいい物件。埼玉全然いい物件ないじゃないですか。すいません。申し訳ない。本当なくないですか。ないっすね。まあ年っていうのは豊川川内、まあ良かったですけど。はい。まあまあ、俺は納得いかない。はい。もっと俺は刺激が欲しいんですよ、埼玉。スカイ&ガーデンぐらいの時の。やっぱ、川口。時は高子を出してくれ。川口だとやっぱ東京寄りなんで、あの、真の埼玉っていうにはちょっとなんか。あれはそうなんですね。はい。ザ・埼玉って、なんか、まあ、新都市なんかも完全埼玉って感じですしね。はい。いやー、ザ・パークハウス埼玉新都心でよかった。すごい。これものすごいハンドルの金額。全然。アルミフラッグからの。からのっていう。いやもう自分が何を欲しいかと思って、ね。これはマジでザ・パークハウス埼玉新都心で俺買うと思います。よほどやばくなければ。だってもう二度と出会えないかもしれないです。はい。二度と。ちょ、これ動画一回来て、ザ・パークハウス埼玉新都心でちょっと語ります。